はい、本日は日本の売れ筋車両軽自動車のね、残価率はということで、こちらの方をね説明していきたいと思います。まずはじめに注意事項になります。掲載しているデータなんですけども、自動車メーカーのねホームページのローンシミュレーションの数値を使用しております。この動画はね娯楽目的に制作したものなんですけども、数字はね車の自動車メーカーの、ね、ホームページから出していますので、ちゃんと実際に根拠があるものを使っておりますということを、ご理解ください。実際の残価設定クレジットにつきましては、車両販売会社の担当者からご説明を受けまして、よくご理解した上でお申し込みください。本動画で紹介する方法により生じた損害については一切の責任を負うことができませんので、こちらねご注意ご理解の上本動画を見てください。それでは早速始めていきます。まず残価設定型クレジットローンとはということで、残価設定60回ですね、5年での支払いイメージを簡単にご説明したいと思います。まず車がありまして、通常ここに新車価格というのがあるんですけども、残価設定の5年ですねの場合ですと、ローンする部分はこの部分ですよと。で、頭金と分割払いの59回でローンするのはここの部分をローンしますと。で、後ろの部分ですね、まあ、実際に車の前と後ろで、ね、支払うわけじゃなくて割合の話をしてるんですけども、最終回支払い分というのを1回据え置きますということで、この据え置かれた分のことを残価と言いまして、例えばですね、新車価格に占める残価の割合のことを残価率というんですけども、新車の車が200万円でしたと。で、5年後の残価が60万円ですよってなった場合には、こういった数式で残価率は 30% なんだなということで、残ってる価値ですね、車の新車価格に占める残価のことを残価率と言いますと。で、この残価ですね、最終回支払いって最終回の時どうするのというと、私たちこうユーザー側としましては、新車に乗り換える、このまま車をね、返却しておしまい、返却して新しい車に乗り換えます、ね、その時またクレジット組むんですけども、クレジットだったりローン組んだり、現金で払ったりするんですけども、まあ、最終回払わずに新車に乗り換えるという方法があります。で、もう一個がそのまま乗り続けるということで、まあ、最終回の分を一括で払ったり、再びクレジットね、ローンを組んでそのまま今の車に乗り続けますっていうのと、単に車を返却しておしまいというね、この3つのね最終回の時に選ぶことができますと。こうね、こういったものが残価設定クレジットになっていますと。で、今回はですね、この残価率っていうね、こちらに紹介した残価率が車種によってどれぐらい違うのかっていうのをね、ランキングで見ていきたいなと思っています。はい、調査対象車種とグレードということなんですけども、これらの車を、調査対象と今回いたしました。で、ダイハツの車が、ね、含まれてないんですけども、ダイハツの車残念ながらですね、ホームページのローンシミュレーターに、ね、残価設定選べることができなかったんですね。ダイハツはトヨタの、ね、100% 子会社なんですけども、ファイナンス的には、まあ、ホームページの単に作りだけなのかもしれないんですけども、ホームページ上からは残価設定選べませんでした。ディーラーではもちろんやってらっしゃると思うんですけども、ホームページができなかったので、ちょっとこちらの、ね、調査対象のグレードからダイハツの車が抜けております。あとこのグレードはね、私のちょっとね結構ね偏見が含まれちゃってるんですけども、一番高いグレードは各グレードね入れてみました。例えばデイズの中だとね、ハイウェイスター X、 プロパイロットエディション、 4WD、 エクストロニック CVT みたいな一番高いやつね、グレードが入ってますということで、あとピクシスだけ、そうか、そういうわけではないのか、いいグレードが入ってるわけじゃないです。ちょっとグレードのね低い方の車種を選んでしまったりとかありますけども、まあ、この車種でちょっと調べてみたいなと思います。で、残価率ランキング5年後、残価率で3年4年5年で調べたんですけども、一番ねこう時間が経った時間が経過した後の5年後でランキングを、つけました。で、まず1位がね、デイズハイベースター X、 一番いいやつですね、こちらのが1位でしたと。で、3年で 46.7%、 4年で 41.2%、 5年で 35.5% でした。2位が NBOX のカスタム GEX ターボホンダセンシング 4WD、 車名が長いとかグレードが長いですね、こちらの車もが2位でしたと。で、3位が同じく NBOX、ね、こういった形になりましたと。で、4位が DAYS の X で、5位が EK クロスのグレード T で、あとは6位が一気に出しますけども、6位がスペーシアカスタムハイブリッド XS ターボ、同じく6位がですね、スペーシアギアの方ですね、ハイブリッド X2 ターボで、8位がスペーシアのハイブリッド X4WDCVT、同じく8位がジムニーの XC で、10位が EK ワゴンの 4WDM で、11位がジムニー XG、 12位がピクシスエポックグレード B というね、こういったランキング結果になりました。
皆様がね想像していたものとねどうかな、同じでしたでしょうか。まあ、NBOX が僕1位かなと思ったんですけども、1位ねデイズでしたということで、デイズね、あの3年で比べた場合は NBOX のこの車種が一番 46.8% ということで高かったんですけども、今回5年でランキングを組んだのでね、5年だと1位がデイズでしたということで、なかなか面白いなと思ったのがですね、 EK クロスのグレード T ですか、こちらの車種 EK クロスがですね3年で45と結構強気からスタートするんですけども、5年で 27% ということで、結構このなんていうかな、3から5年の間での下落率が一番高いのが EK クロスのグレード T なんです、ね、なのでなんかこの車3年間は価値が持つけど、そこから先はねこう一気にガターンと落ちていくので、まあ、メーカーとしてもこういう数字を出しているので、まあ、面白いなっていう気がいたしました。であとは、まあ、今回僕はねあのホンダ B 機なわけじゃないんですけども、日産が今回1位になってしまいましたが、しまいましたかというような言葉言い方大変ですね。日産のね5年後のね残価率の設定がねちょっと高いんじゃないかなという気がします。なんかそのあんまり落ちてないように見えるんですけども、これねこれ僕の偏見、僕の見方なんですけども、日産って北米でリース事業とかやっていまして、北米でね車をこうリースとかやるときに、5年後とかのね残価率をすごく高めに設定して、とにかくユーザーにそのリースしてもらおうという、ね、作戦を取って、今回決算で大打撃を受けてるわけですよ。なんで販売の仕方というか、日産の数字の付け方として残価率高めに設定しがちだなっていうので、実際北米で失敗してるんだよね。リース事業、まあそれはリース事業で失敗してるんですけども、そういったこともあるので、日産の数字はちょっとこれ甘いんじゃないかなというのが、私クルーズソフトの個人的な見解。で、まあ参考までね、普通じゃなくて登録者の方の情報、ね、軽自動車と比べるのにね、30後期アルファードとか CX5 出すのはおかしいんじゃないかと思われるかもしれませんけども、大体、まあ大体の目安というかね、登録者の方ではこんな数字がありますよっていう比較対象なだけです。で、私の方で用意があったのでこちらを出してるだけなので、特に深い意味はありません。でまあ、ちなみに3年でね、アルファードは 60% とか、まあ、驚異的な数字出してますけども、まあ、こういったね、人気車種だったりすると、なかなか価値は落ちづらいなというところがありますと。で、あと軽自動車出すと、私がいろいろ調べてきたんですけども、登録者の方ってあんまりグレードによって残価率って違わないんですけども、今回例えばジムニーとか見てもらうと XC と XG で残価率違うんですね、若干微妙にね。なのでグレードによる残価率の違いっていうのもあるんだなっていうのが、今回ねこの軽自動車の残価率を調べてみて分かりました。あと日産ね、先ほどお伝えしましたけど、5年後の残価率がちょっとね設定高いかな、高めかなって気がいたしましたね。あと EK クロスのグレード T、 この EK クロス時代の車種ですね、こちらの残価率の下落も大きいのもやや気になった次第でございます。で実際ね残価率の計算、私がこのようにして Excel で求めましたということで、こちらを表示しております。何かねご参考になる方がいらっしゃいましたら見ていただければと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。クルーズソフトチャンネルでは車の前期後期の見分け方ですとか、毎週日曜の午後6時ですね、車情報をねお伝えするラジオ番組的なね、情報番組も出しておりますので、こちらも合わせて見ていただけたらと思います。本日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。